もこんにちは、ドンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。小田急電鉄といえば、最近、当チャンネルでも取り上げましたが、小児料金を一律50円にするという大胆な値下げ構成を行いました。一方で、小田急でその取り組みが始まる前に、JR 東海が先行して、のぞみの子供料金無料キャンペーンを行うという話題の横取りをされてしまったことも記憶に新しいかと思います。11月22日の東洋経済オンラインの記事では、この話題を取り扱い、東急の高橋社長へ取材が行われ、次のような回答を紹介していました。いいものは真似されることになる、先行者利益は多くない、岸くんも東急電鉄では値下げどころか値上げを予告していたばかりです。同じ関東の、しかも競合している区間もある鉄道会社が全く逆の取り組みを発表していることは、実に興味深いことです。実際のところ、ドンコメも、小田急の取り組みには、焦りのようなものがあると感じています。最新の、第2四半期決算で比較しても、確かにどちらも、黒字に放っているのですが、営業利益と経常利益は、10倍近い差が出ており、純利益でも、3倍以上の差が出ているのです。セグメント別に見てみると、小田急は、運輸が29億円の、赤字で、不動産が113億円の、黒字なのに対し、東急は、運輸が3億6千万円の赤字で、不動産が320億円の黒字です。東急は、ホテル、リゾート事業で、92億円の赤字が出てしまっていますが、それでもあまりあるぐらいに、不動産利益が大きいのです。もっとも、固定資産の売却益が、143億円も計上されているので、来年は、東急もいくらか利益が小さくなることが予想されます。しかし、単純に、運輸、交通事業だけを見比べれば、その差は一目瞭然です。小田急と東急は、どちらも赤字ではありますが、やはり、10倍近い赤字差が出てしまっています。しかも、東急は、全線、全駅に、ホームドア、または、ホーム柵の設置が完了したのに、対し、小田急は、まだ、ごく一部の駅にしか、設置が進んでいません。人身事故データベースによれば、小田急は、年間30件前後の、人身事故が発生しているのに、対し、東急は、ホームドアの設置が完了してから、完全ゼロこそできませんでしたが、確実に、発生件数が減少しています。小田急は、こういった設備投資が、今後も必要となることも、考えると、東急よりも、増収への取り組みが必要である、という認識が高いものと、思われます。2021年現在、特急ロマンスカーが停車する駅には、千代田線を除いて、ホームドアが設置されている駅が、一つもないのです。しかし、だからといって、特急車両を、ホームドアに合わせて取り替えるとしたら、かなり大変です。3番型70両、5番型20両、6番型42両、合計、132両もの、特急車両が、置き換え対象となってしまいます。しかも、分割、連結をする特急運用もありますが、ホームドアに対応している、GSE 車両は、現状ではそれに対応していない構造となっています。すべて置き換えるのか、それとも、ホームドアに工夫をして、何とかするのか、いつかは向き合わなくてはいけない問題です。さらに言えば、現状の小田急は、コロナ前から、かなり過剰な運転本数となっています。現在のダイヤは、複々線区間が完成した時の、最大輸送量をベースにしたダイヤが、ほぼそのまま使われており、コロナ禍においても、日中毎時24本が、行き交うような状態でした。小田急のダイヤの問題点は、新宿から新百合ヶ丘にかけて、急行と快速急行が、それぞれ毎時6本も走っているという点です。停車駅の違いは、共同、成城学園前、向こうが丘遊園の、3駅に止まるかどうかだけなのですが、現在の、日中の混雑状況であれば、どちらか1本でも十分だろう、と、感じられます。また、千代田線から直通してくる準急電車が、非常に中途半端な存在であり、運転開始直後は、毎時6本設定されている時間帯もありましたが、早々に、毎時3本へ減便されたという、苦い歴史が、すでに残されています。多摩線直通急行も、千代田線直通から、新宿駅になって久しいですが、途休日は、多摩線内各駅停車になる列車も、登場し、速達性で、京王の準特急に、負けている点も考えると、どうにもまだ、ダイヤの最適化が行われてないように、思えてなりません。正直、小児料金、50円なんて変化球を、やる前に、まず、ダイヤの見直しという、本業のベースとなる部分を、考え直した方がいいのではないでしょうか。例えば、快速急行の、新宿側の4両、もしくは、2両を、特急ロマンスカーとして、一部指定席方式とすれば、特急と快速急行の、一部を、一本化できるでしょう。特急の少ない江ノ島線系統に、充当すれば、実質的な、ロマンスカーの増発にもなることでしょう。この方法のメリットは、先ほどの、ホームドア設置に関しても、効果があります。
前側6両、または8両が、普通の一般車両となりますから、ホームドアに、特別な対応をする必要がある範囲を、狭くすることができるのです。あるいは、小田原線系統であれば、小田原で切り離される、4両の特急車両を、そのまま箱根登山線内の、各駅停車として運用すれば、特に新たなコストがかかることなく、サービス向上が期待できることでしょう。箱根登山線用だった、赤い線型車両からも、廃車が出てきたことも考えると、決してありえない話ではないと、思います。もっとも、これは、長く続いてきた、特急ロマンスカーの伝統を、壊すことになる取り組みでありますから、小田急としても、あまりやりたいものではないと、考えられます。とはいえ、現状維持も、あまりメリットはないと考えられますから、おそらく来年春のダイヤ改正では、小田急も、大規模な運用の見直しが、予定されているのではないかと、予想されます。というか、そろそろやらないと、悪い影響を、ずるずる残すことになってしまうのではないでしょうか。